皆さんこんこにちは大です、えー、最近ノートの方で、えー、NLP の前提というシリーズを書いてるんですが NLP の前提というのは、まあ、NLP を、ね、使う人たちが前提として持っている考え方、まあ、人間観とか世界観のことですねで、まあね、NLP ってその技術的にも、ね、面白いもの素晴らしいものいっぱいあるんですけれども、えー、この、ね、前提という世界観がやっぱり素晴らしくてでそのフィルターを通してねこの人 見てみるとか世の中を見てみるっていうのがね、えー、人生が変わっていく一つの秘訣なんじゃないかなというふうに思ってるんでまあそれの解説を、えー、してますまあよかったら概要欄のねリンクから見てみてくださいでえー、昨日かななんか書いたのはね、えー、他の人にできることは、えー、自分にもできるっていうね、まあ、前提、まあ、そういうふうに考えてみようっていうことなんですけど僕があの最初に NLP をね2005年かなに習った時にはね えー、その先生からは、えー N、モデリングを活用すれば誰でも何でもできるっていう風に教わった記憶があるんですけど、まあ、まさにね NLP っていうのがモデリングその卓越したコーチカウンセラーの人たちの仕事をね、えー、NLP を作った人たちがこのモデリングしてでこのポイントをこう押さえておけば <laughs>、あのー、その卓越したね、えー、セラピストの仕事っていうのを、えー、自分も擬似的にやることができるっていうね、えーまあ、そのポイントを見つけたまあそれの えー、一つが例えばメタモデルって言われるやつでまあ僕の教えてる内容だと、えー、確認の質問っていうやつにね近いんですけれどもまあよかったら調べてみてくださいみたいなのを、えー、その当時の、ね、一流のセラピストからこうモデリングしてでやっぱそういうポイントちゃんと押さえると効果が出るようになるからまあそういうのを称してね、えー、誰にでも何でもできるんだねモデリングを活用すればっていうようなことをまあ思考の前提に置いてるっていうことなんでしょうねで 本当にでもこれは素晴らしくってでそういう前提で考えてみるっていうことがいいことなんだよね自分には絶対できないとかじゃなくていやいや絶対できるはず、ね、で近づけるはずなんかポイントがあるはず <laughs> まだ気がつかれてないだけでね何か、えー、簡単に再現できるそのポイントねほら料理もさすごい複雑なレシピもあればさ なんかすごい簡単だけど似たような味になっちゃうレシピってあるじゃないですか。でああいうのがきっとあるはずとでしかも自分で全部解析しなくてもそういうの解析してくれてる人もすでにいるはずぐらいのね感じで探していくとああそうかこれだったんだとかあこれをこうやってアレンジしたらいいっていうのが見つかってくるんだよね。で人間ってねあのもう答えないと思うと思考止めちゃうんだけど、えー、答えはあるっていうことだけ分かってるとね答えがあるんだったら探そうと思って執念で答えを見つけることができるだから答えはあるんだと思って。 えー、何かね、えー、それを探してみるっていう風にね脳を働かせてみるといいでしょうというお話です。えー、他の人にできてることは必ず自分もできるそのやり方が存在するはずしかもそれはもう解析されてるはずぐらいの気持ちでね是非、えー、答えを見つけてみてください。それではまたバイバイ。